はい、どうぞ。だから喋ってって。ないよ。なんで今週も。ほら、こないだほら、もう、おかみし、ほら。連絡なかったんですか？そういう、なんかふざけた感じ、ダメみたいな感じだったじゃん。そんなことないですよ。おかみはおかみであれ、照れてるだけですよ。だから今回はまた違うんですね。何？今回。今回はまた、ちょっと紹介なんですけど、石橋さん、僕の知り合いの小堀くんしてるじゃないですか。小堀くん、はい。通称ワジーと呼ばれる。ワジーの会社に、ものすごく可愛い営業の人がいると。で、ワジーがこのコーナーを見て、いると。うちに。石橋さんに、うちの営業の子、美人だから、あら、ぜひ来たらいいな。何、そういうのだったらすぐ行きましょうよ。ですよね。じゃあ行きますか。行きましょうか。そんないいな、東大元暮らしというもんですね。そうなんですよ。で、本当に石橋さんに、ぜひっていうことだった。あら、じゃあ行きましょう。お願いします。石橋さん、ここですね。石橋さん、はい、ここです。ここです。小堀君の会社なんですけど、なので知ってるんですか？今日その子は知らないんですよ。知らなくて、不動産の、お客さん、お客さん今日来るから、接客してくれっていうのがあって、マンションを買いたいと、橋石さんっていう方が来る、橋石さんっていう方が来るから、橋石です、はい、営業してくださいということで、今日その営業の可愛い子が来るということなんで。何歳ぐらいの方なんですか？26歳です。あら、あらちょっと痛い痛いバカタレガじゃないんですよ。ください。あ、じゃああっちの正面で、はい、で待ってればいいですか？待って、一応商談ということですよね。橋石さんという、はい、橋石さんということで、いろんな高級物件も出してますので。でもあなたが一番高級物件だよ。ちょっと待ってください。何を言って、ちょっと待ってください。何さんでしたっけ？内山さんです。内山さん、はい、美人で有名なんですか？すごい可愛いですよ。あら、本当に仕事もバリバリできる。あら細身で、はい、26歳。内山さん、いいですね、美人さんに会いに行くって。これワクワクしますよね。はい、来た。はい、こんにちは。こんにちは。橋石です。こんにちは、よろしくお願いします。すいません、橋石です。内山と申します。よろしくお願いします。橋石で会ってます？橋石さんはどうお伺いしてました？橋石です。石橋さんです。反対にすると石橋さんです。高級マンションの、はい、今日ご紹介する予定で、はい、よろしくお願いします。橋石さんですよね、はい、伺ってたのは。伺ってたのは橋石さんで、今目の前にいる人は石橋さん。まあ業界では橋石って逆さまにする。あ、そうです。今日マンション、はい、見せていただきます。ご用意させていただいたんですけど、何軒ぐらいや？4軒くらいご用意させていただいた。場所的には港区と目黒区の、はい、はい、こちらの一番今おすすめの物件からご紹介させていただきます。仙台坂、はい、麻布十番から徒歩7分。ちょうど韓国大使館の上がったところですよね。はい、左側ですよ、ね、あ、そうです。
すごく広い占有面積で作られてまして、ゆったりしたお部屋になります。あんまりね、逃走とかはダメなんですよ。あ、そうなんですね。そうしましたら、こちらでしたら2階ですので、高層ではなく、石橋さん、あれ物件買われるんですね、今日。何ですか、物件。物件、まあ、あと一番僕が知りたい物件は内山さんなんで。そうですね。内山さんを坪いくらぐらいで。坪2000ぐらい。2000万2000万、最高級物件があるわけですね。いや、そんなことない。意外と低層ですもんね。はい、低層です。低層階ですよね、はい、低層マンションですね。低層マンションです。坪、はい、2000万1坪。何坪くらいあるんですか。そうですね、30坪。30坪30坪で2000万ってことは6億ってことですね。そうですね。6億の物件だと、千田さんは。すみません。今どんなご気分ですか。ちょっと緊張してて何も話せないです。びっくりしすぎてて。この状況でどう今お考えになってるんですか。騙されたのかなって。騙された騙されたってのは何だ。社長に騙された。社長なんてお聞きしてですか。橋石様っていう富裕層の方がいらっしゃる、はい、ぜひ物件ご案内してください。騙すないですよね。事実ではあるんです。事実ですよ。ただお名前が、はい、名前がちょっと業界の名前を使ってしまったんですけど。そうだった、あの、大体ひっくり返すんで、寿司だったらシース、タクシーだったらシータクとか、シータク、はい、お茶を飲むのはチャーオーミーノ。業界用語ですよ。間違いではないですよね。間違いではない。走るし、ちょっとそれでびっくりしてます。とりあえずなんか物件を売って。そうですね、はい、で坪を大体いくらぐらいかなって。高層はあんまり好きじゃないので、いいですね。あと日当たりがすごく、あの、暗い部屋が好きじゃないので、日当たり重視 で、はい、で日当たりはどうなんですか、日当たりさんは。あ、私すごい日当たりいいです。良好です、はい、良好です。新築が、まあ、あえて言うなら、まあ、感じです。現状は新築です。おー、新築、打ち合わせ、新築。まだ入居ですか。そうです。おー。で、今、まあ、その、あの、そういった意味じゃ、10% ぐらいの前金を打てば、それ、入居できる可能性は。そうですね、ご商談次第。ご商談予想なんて感じですか。予想つまり6000万ぐらい入金すれば、はい、一応手付けは打てるってことですよね。そうですね、金額の方はちょっとご相談で。あ、すぐ6000万あー、ジャムさん6000万いや、超綺麗です。すぐ銀行に行って6000万振り込めばもう、もう早いですね、今日は手打ちです。手打ちですね。どっち出身、どちらなんですか。神奈川です。神奈川どっちなの。横浜です。あら、あ、まあ、これはこれ何も知らないと思うんですけど、これタカチャンネルズ。あ、そうなんですね。はい、 あなたの町の美人さんいらっしゃいという企画で。あ、そうなんですね、はい、ええ、あ、光栄です。ありがとうございます、はい、入居可能な物件なら即入居しようっていう。あ、そうなんですね、はい、入居時期はちょっとご相談。そうですよね、即引き渡しではないんですけど、まあ今日あったばっかですしね、はい、鍵とか渡してもらえないですか。鍵はちょっと引き渡し時にお渡しさせていただくと、ね、ちょっと内覧したいんですけど。内覧は可能でございます。あ、可能ですか。ですか。内覧は早めにしたいんですけど。ちょっと早めに言ってみて、はい、あの、はい、やっぱ色が白い、綺麗ですね、美人さん。肌が白い、七難隠すって言ってました。いやいや、ほんと、肌白い、七難隠す、はい、へぇ。じゃあ、とりあえず内覧を近々、
うちはまあ物件ですね。という購入金額が6億。6億でいいですよね。手付けが 10% ですよね。じゃあ書いておきます。すみません、ありがとうございます。知り合いは何さんですか？カリナです。知り合いはカリナと申します。カリナさん。歯がいいね。買付証明書にもうサインされてるんですね。ああ、内山カリナと書いて。はい、有効期間は永遠。よかったですね。4人目にして出会ったんですね、石橋さん。時間かかったか、結構早かったな。その他の条件、優しくしてね。よかったですね。石橋さん、買い付けしたんですね。8仕事。30坪、金6億円、手付金 10%、キャッシュ、有効期間永遠。その他の条件、優しくしてね。よかった。すいません。ありがとうございます。石橋さんのことよろしくお願いします。石橋さん、あとはこちらの方を。初めて見ました。何を？コイン届け。初めて見たのよ。もうそういったものは意味だ。コイン届けパーティーよ。もう初めて見たんですね。初めて見ました。コイン届けパーティー。ふー。ライカバージンね、それ。最近いっぱい見てんだ、ね、この人MTV かなんか。いやよかった今回石橋さん、いよいわよね、カリナちゃん、カリナちゃん、内山さんちなみに血液型と何型？ B 型です。ほら、え、なんでわかるんですか？なんでわかるのよ、私大体若い時から 90% 以上ですね、 B 当てますね。あ、 B の女性わかるんですか？はい、 B がほんなんか惹かれちゃうんですよ。あら、惹かれちゃってんの？ちょっとお願いします。もうカリナさんすごいですね。確かにね、石橋さんちょっとね普段のロケと違うんですよ。僕わかるんですよ、長いからもう16年ぐらいロケやってるんで、あ、この人気に入ってるっていうのは一瞬でわかりました。すごいですね。あららららら、どうですか、石橋さん初めて会いました、ね、はい、どうですか、ご印象なんかお聞かせいただけますか？すごい柔らかい雰囲気で、すごい優しい感じがしますと、あら、よかったです、はい、本当そうなんですよ。石橋さん、どんな人がタイプですか？私、面白い人が好きです。あら、ピロンピロンピロン、あ、これ結構面白さでここまでやってきました。そうですよ、ええ、はい、あと優しい、ピロン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 、あの見えないところで回ってない時はすごい優しい。回ってるとこ、ね、めっちゃ痛いのよ、ちょっと強めです。あ、でも本当にその条件というか、2つだけですか、はい、結構それが、うちの付き合うとこういう特典がついてくる。これ聞きたい。あ、私料理得意なので。おらおらかあ、得意な料理は一番下がり、一番最初お家行った時に食べさせたい料理は何？餃子です。あら、大好物。あ、本当ですか？私も餃子作るんですけど、はい、私も餃子作るんですけど、カリナちゃんの作る餃子、これが実は私の隠し味なのっていう隠し味なんですけど、ニンニクたっぷりでごま油を入れます、はい、必ず多めに。あ、なるほどね。焼く前に？あ、そうです、あのお肉にあんに、あんにごま油を入れる。あら、私は大体前の日に作って1日寝かす。あ、でもそうです、ね、で僕の隠し味は蜂蜜と味噌ですね。へえ。で、あえて言うならば、カリナちゃんとは全く違うんですけども、ニンニク入れないです。あ、そうなんですね。はい、生姜だけですね。あ、美味しそうですね。で、今度、お互い、あんを作って、それを、これがカリナちゃんのバージョン、これ俺のバージョンで、餃子パーティー。あ、いいですね。すごい楽しそうですね。もう本当、これで距離縮めちゃってください。俺はもう、タカさんがね、もう幸せになってくれればそれでいいんだから、俺は。キャベツ派ですか、白菜派ですか？あ、キャベツ派です。あ、僕もキャベツです。あ、
もうあと2人でやっちゃってるんだよ。もう息合っちゃってるし、俺いらないじゃないですか。まあね、まあね、まあね、はい、ご兄弟は何人兄弟なんですか？姉がいます。お姉ちゃん、はい、お姉ちゃんはご結婚されてるんですか？しております。お姉ちゃん結婚されても何年ぐらいだな？2年ぐらいですね。もうお子さんもいて？あ、まだです。1個上なのでまだ27なんですね。は、うん、はい、お姉ちゃんも綺麗？はい。あら美人姉妹なのね。姉はすごい綺麗だと思う。あら美人さん多分ね、まあ、ママも綺麗なのでパパもかっこいい。なんか近所で有名だったんじゃないですか、美人姉妹で。多分ね、その沿線じゃ一夜のシスターズ知らないもんじゃない。いや、ほんとそんなありました。やっぱいや、ないです。でもびっくりしましたね、今日びっくりしました。すごい汗かいてます今。洗いましょうか。何を言ってるんですか、本当に。何を言い出してるんですか、本当に。洗濯機新しいでいいんですよ、本当に。何を言っていいんですよ、洗わなくて。石橋さん、本当に何を洗おうとしてるんですか、本当に。なんか質問ありますか、ね、サービスですよ。いっぱいサービスしてます。いつもどこら辺でご飯食べてらっしゃるんですか？あ、それ大事ですね。やっぱり家の近く半径 2,3 キロのところで食べてますね。そうなんですね、はい、本当に誰もいないときは家で食べてますね、一人で。何がお好きなんですか、食べ物は？私はお寿司とか焼肉とか。お寿司、はい、焼肉、やっぱ若いんだよ。若いですね。お寿司焼肉っていうパターンで1週間行ける人っているもんね、はいはい、あとは餃子食ってますからね、家では。だって有田さん高級なお寿司屋さんとかがいいですか？いや、そんなことないです。たまにそういうところ行くと本当に、緊張しますし、普段はパッと食べて帰れるところの方が、うん、はい、なるほど。お寿司か焼肉。あ、いきなり焼肉っていうのもいいんですよ、逆にそれが距離縮まりますから。でもお寿司ってね、これね、実はね、お寿司ってね、距離が縮まるようで縮まらないんですよ。あ、カウンター座っちゃうと結果対象を聞いてる。変な話、一番こういうここあったらいいけど、真ん中あたり座っちゃうと両サイドに話聞かれちゃう。まあまあ確かにそうですね。別に離れてないでしょ。そうですね、近いですよね、カウンターは。だからほんとに敵に見立てられちゃうっつう。いや、でもこんなに早く商談が決まると俺思ってなかったっすわ。速攻で買ったもんな。速攻で買い付けたから俺。いただいた。すいませんね、カリナさん。もう石橋さん決める時早い時早いんですよ。長いから、もう普段はね、もうちょっとね、もう取るだけ取ったら帰っちゃう人なんですけど、今回はもう商談早かった。学生時代スポーツやってたとかあるんですか？中学の時はソフトボールやって。あら、はい。どこ学校したんですか？ショートです。ショート。あら、あ、じゃあ運動神経いいな。いいですね。どうでしょう、今度ノックを石橋さんから受けてみたい。多分三遊間深いところで。そうですね、逆シングルでノーステップ。あ、見たいか。463で見たいな。カレナちゃんの463見たい。463でっかく見たい。ここにただ当てるだけですよ、うん、できるんですね、それ。それお姉ちゃんがやってたから。あ、そうです。あ、姉がもともとやってて。お姉ちゃんも前、姉はピッチャーやってます。あらすごい、運動神経抜群って美人さんで。最高ですね。すごいわ、ね、やっぱ内山シスターズすごいだよ。今度見たくないですか、ソフトボールやってるところ。でも、お姉ちゃん結婚されてんだよ。いや、カリナちゃん。カリナちゃんね、一日カリナちゃんの魅力を見てみるっていう YouTube を。持たないです。いや、まずショートの463から始まって、ちょっと石橋さんに
魅力を伝えるっていう YouTube 撮っていいですか463やっていただいて、その後に餃子作ってみたいな、でそしてお寿司みたいな感じ餃子作って餃子作ってそのお寿司行くの、はい、でもね、ニンニクたっぷり効かせる人だから多分手がかなり臭くなっちゃうこれでお寿司っつと私今日餃子作ったわっていうカメラ撮っててもね、うん、もうこのシーン、もう何年も前から付き合ってる感じ感が出てるさっき会ったって感じじゃない、好きだなあ、もう大好きなんだな、もうカリナちゃんのことがもう俺分かんだよね、もう長いから分かんの、うん、これからねいろいろ頼むわ、もうカリナちゃん俺もういいから、俺はもうここまでタイプなんですよ、うん、カリナさんのその清潔感といい、もうなんかこう小ささといい、髪の身長いくつ150ぴったりです、あらだって来る時分かりましたもん俺、あれ結構可愛いサイズって思いました、低いんです、身長がちょっとあれだね、もうこれ背が欲しかったね欲しかったです、ちょっといいですか、そうちょっとお釣り合いかどうか、あらららら ら確かに石橋さんと並んじゃうとうちの娘って感じじゃない、娘、そうですね、娘と歩いてる感じがしますいや、この身長様、ね、すごいですよ、30センチありますね、あ確かに、いやでも見上げ、ちょっと見上げてもらっていいですかねえ、素晴らしい、美しい美人さん、よく、じゃあ今日は婚姻届も渡せましたし、じゃあ後にまた餃子パーティー、餃子パーティーいいですか、大丈夫ですか、よろしいですか、お願いします、あとショートの463もやるかもしれない、練習しておきます、すいません全然最近やってないので、はい、しまさん、じゃあいかがでした、最高でしたね、じゃあ連絡さん来るんで連絡してもよろしいですか、あの社長は僕友達なんで、はい、あの何かあったら言ってくださいっていうのが言われて、社長の推薦なんですよ、結びつきだから、はい、で島津さん その美人探しのコーナーで、嬉しいです、で写真いつも送ってきたんです俺に、はい、さんよく撮りませんでした、何回か撮られたことあります、それは多分俺が送れって言ってた、あそうなんですか、盗撮されてた、なんかすごい近くで、いやそれで可愛いからじゃあもうそれ行こうって言って、今日子供のキャンプ行ってるから、あそうです、ね、勝手に俺と話でじゃあ橋石さん物件ってことで来たところをびっくりさせようっていう話になって、びっくりしすぎてもう全然お話できなくてっていう、よく普通に話せましたね物件の話を、いやもう全然飛んでます、情報が、だってカメラ回ってるのに、なんで回ってるんですかとか言わなかったんですか、なんか聞いちゃいけないものなのかなわかんなすぎてパニックを起こしてました、あじゃあよかったですよ、面白い、それだったらよかったです、なんか食べ行く今日いいですか、B が本当になんか惹かれちゃう、惹かれちゃってんの